グンデルスハイムはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡の都市。何世紀にもわたりドイツ騎士団領に属していたためドイツ騎士団の都市と呼ばれる。その城はドイツからチェコにまたがるドイツ観光街道の一つである古城街道にエントリーされている。グンデルスハイムはハイルブロン郡北部のネッカーガー沿いに位置している。グンデルスハイムに隣接する市町村は西から時計回りに ハスマースハイム、ネッカー、グンデルスハイムは、グンデルスハイム、バーヒエナウ、ヘヒストベルク、オバーグリースハイム、ティーフェンバッハの各区からなる。グンデルスハイム区には、ベッティンゲン、ドルンバッハ、ベッティンガーホーフ、ホーシェーン、ミハイルスベルク、ホーネック城といった、小地区が含まれる。ヘヒストベルク区には、ベルンブルン及び、バッハミューレが、ティーフェンバッハ区には、ミシヒミューレといった、 長築が含まれている、グンデルスハイム周辺地域に人が住んだ最も古い、痕跡は、新石器時代まで遡る。ケルト時代、ローマ時代、フランケン・アレマン時代の遺跡も確認されている。最初の文献上の記録は、766年の日付がある、ロルシュ文書にガンドルフスハイムの名前で残されている。これは、ロルシュ修道院の所領目録であるが、8世紀の贈与、 証明書にもグンデルスハイムの名が登場する。この名前は部族長グウンドルフに率いられたフランケン人の入植地を暗示している。ホーネック城はおそらく12世紀に建設された。ルダビカスでホーネックの名が1238年に記録されている。1250年頃にコンラートフォンホーネックはグンデルスハイムとベッティンゲンの事業をドイツ騎士団に寄贈した。騎士団は その後間もなく村の全域を所領として獲得した。1378年に皇帝カール4世から都市権を与えられた。この権利は1398年にベンツェルによって追認され、さらに市場開催権が拡大された。都市権を授与された後、この都市は、私壁塔、堀によって防御を固めた。中世の壁に囲まれた都市は、現在のシュロス通りとそれに交差して、 市教会から城へ通じる通りに沿って広がっている。何度にもわたって拡張された、ホーネック城は1438年にドイツ騎士団総長の館となった。1500年に皇帝マクシミリアン一世は重罪刑事裁判権を与えた。1525年のドイツ農民戦争では反乱を起こした農民たちがホーネック城を破壊したため、騎士団総長はマーゲントハイムに移った。 グンデルスハイムの城塞は1533年に城刊として再建されて、以後は単に一つの修道会管区の司令部となった。1546年、1611年にはペストが襲い、30年戦争では1618年から1631年までは軍隊の通過や宿営に、1648年以後は占領や戦闘行為に苦しめられ、さらには またしてもペストに苛まれた。続く、プファルツ継承戦争では、焼き討ちにすると脅され、軍勢を徴収され、軍隊の通過と災いが降りかかった。18世紀になってこの町は、ドイツ騎士団の元再び最盛期を迎えた。市教会は1701年に改築され、上官も1720年以降近代化された。この時代に、現在も市外に残る多くのバロック住宅の、 建設工事が行われた。1833年頃のグンデルスハイム1805年12月、売信化に伴いグンデルスハイムは、当時の区であったティーフェンバッハ及びヘヒストベルクと共にビュルテンベルク王国に編入された。グンデルスハイムは、行政機能を失い、1817年までオーバーアムトネッカーズルムの会期間の所在地に過ぎない存在となった。 1816年から1818 18年まで、強作による飢餓に襲われた。ビュルテンベルク時代には、諮問、等、私壁が急速に取り壊され、地域は中世の市境を越えて拡大していった。一方、市民の社会資本は充実していった。1829年に、私立、病院。1832年に、薬局。1845年に、給品院。 1863年に消防団がそれぞれ設立された。1878年には、ネッカー川の鎖県院線が運行を始め、1879年に、ネッカータール鉄道が開通した。1935年から1937年に、ネッカー川運河加工事がを70基以上の統治下を貫ねた防衛ライン。ネッカーエンツシテルンクの建設に際しては、 グンデルスハイム周辺でも厳重な秘密保持下で建設が進められた。ミヒエルスベルクから見た、グンデルスハイム左手前景が、ホーネック上1938年に帝国総督、ビルヘルムムルの指令により、ベッティンゲンがグンデルスハイムに合併した。第二次世界大戦後に放区民が移住してきたことで、人口は増加した。特に、ジーベンビュルゲンからの人々がこの地に入植し、 ジーベンビュルゲン旧再会と共にホーネック城に文化センターを設立したグンデルスハイム住民の多くがカトリック信者であるがこの都市にはプロテスタント教会もありまた2006年にはムスリムのためにモスクが建設されたユダヤ人は16世紀からグンデルスハイムに住んでいた30年戦争の時代に付近の村からグンデルスハイムに多くのユダヤ人が入植し 1644年には7家族44人が住んでいた。シナゴーグはおそらく17世紀に建設された。1705年にはドイツ騎士団の要求する保護税が倍増され、貧しいユダヤ人には移住勧告がなされた。ユダヤ人は上流階級の住む通りから排除され、居住地域を制限された。1725年には7家族35人から40人。 ほどのユダヤ人がいたが、1781年にはに家族だけになっていた。1806年には町にユダヤ人がいなくなり、その後、ユダヤ人は散発的に住むだけであった。1910年及び1933年には、それぞれ9人のユダヤ人がいたが、1938年にはアメリカに移住した、グンデルスハイムの市役所グンデルスハイムの市議会は、 2004年6月13日の選挙で選出された23人の議員からなる。議会ではこれに市長が加わり議長を務める。2007年4月29日に市長選挙が行われた。24年間にわたって市長職を務めたロタールオーハイムは離職した。任期8年の公認者には59.6%の票を集めた平気小カッツが選出された。 オーハイムは離職の際、グンデルスハイムの名誉市民の称号を得た。小カッツは2007年6月11日に市長に就任した図柄4分割、左上銀字に黒十字、右上4分割、赤字と銀字の一末模様で銀字の部分には青い鉄兜がベアイン、ペールの配置で2列に、各列2つ、計4つずつ描かれている。左下赤字に、 黄金の十字型に配置された金属の留め金。右下、金字に青の波状の逆斜め体。その右下に黒の大文字で G の文字。死の旗は緑から白である。この文章は1538年3月13日にドイツ騎士団総長バルターホン・クロンベルクによって授けられた。左上の黒十字はこの都市がドイツ騎士団領に属したことを示している。 鉄兜が描かれた右上は、クロンベルク家の家門から転用したものである。キルヒエンシュパンゲとも呼ばれる左下の図柄は、グンデルスハイムをドイツ騎士団に寄贈した、ホーネック家の家門である。右下の名みたいは、ネッカー川を意味し、G の文字はこの都市の名前の頭文字である。この都市は、この文章を印象としても用いており、最も古いものでは1627年の遺影が残されている。 この紋章の由来は一旦忘れられ、1904年からは身分の上にぶどうの鶴をあしらった別の紋章が用いられ、1936年からは印象にもこれが用いられた上、これに基づいて旗の色が定められた。1937年にビュルテンベルクの文書局は、ぶどうの紋章に古い紋章から取ったドイツ騎士団の十字を書き加える。 ことを提案したのだが、総督ムルの抵抗により実現しなかった。その後、市は、武道の紋章の代わりに、古い紋章を採用することとし、1957年8月14日に、バーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た、ホーネック女性ニコラウス市教会1860年から1979年の、旧市長者歴史的な宿や、個室辞プロテスタント教会、 コーネック城のジーベンビュルゲン博物館には、ジーベンビュルゲン関連のコレクションが展示されている。この博物館は、トランシルバニアザクセン人に関する世界最大の博物館である。グンデルスハイムは、ネッカータール鉄道によって、広域鉄道網に、また、連邦道 B27 号線がグンデルスハイムを通過している。オーバーグリースハイム地区には1971年から、 フランケン鉄道の駅が設けられている。グンデルスハイムでの出来事は、日韓カミハイレブロナーシュティマの北、中部版に掲載される。グンデルスハイムは、ビュルテンベルクワイン山地区分で、この町は、シュタイルラーゲヒンメルライヒで広く知られている。このブドウ畑は、ミヒエルスベルクの岩棚に1メートルほどの塀を、巡らして開墾された、ブドウ畑で、一部が修営、一部が、私有地となっている。 ありがとうございます。